l a バイスは、トマス・ピンチョーンの長編小説、2009年発表。探偵小説風の物語で、1970年当時の様々なポップカルチャーへの言及が多数ある。2014年、ポール・トーマス・アンダーソン監督によって映画化された。現代のインヒアレント・バイスは、保険用語で固有の歌詞という意味。例えば疲労切れなどで、 保険対象物が破損した場合、それは対象に元々の性質として備わっている欠陥であるとみなされ、保険会社は保険金の支払いを拒否することができる。本文中では LA を船に見立てて、その海上保険契約を書くとしたら、地震源のサン・アンドレアス断層は、その船に固有の歌詞ということになると触れられている。同じ言葉はポストモダン作家ウィリアム・ギャディスの小説。 認識にも出てくる。L.A. バイスは、批評家たちの間で大体において好評であった。ニューヨークタイムズのミチコカクタにはこの小説を、軽いピンチョンと表現し、ロス死刑に反抗する人の良いジャンキー探偵の物語は、ピンチョン特有の刑事情や、政治的なパラノイアよりも多く大量のマリファナ喫煙が登場するといった。ニューヨーカーのルイス・メナンドはこの小説を、 普通の陽気な出来事といい、しかし、カリフォルニアのカウンターカルチャーが自由と遊びを失い、抑圧と吸収の力を隠していることを示す、予言的な感触があるといった。通列な批判では、ニューヨークマガジンにおいて、サム・アンダーソンが、中心となるものも興奮するものもない。ピンチョンの狂ったエネルギーはまるで使い道のない、発明品のようだと書いた。 舞台は1969年の冬から1970年の夏にかけてのロサンゼルスで、当時の時事として、シューシーマンソンファミリーの逮捕や裁判について触れられている。探偵で、ポットヘッドのラリー、ドクスポーテルロは、元恋人で今は不動産業界の有力者、ミッキー・ウルフマンと交際している、シャスタ・フェイ・ヘップワースの訪問を受ける。シャスタによると、 ミッキーの妻スローンとその恋人である、リグズ・ワーブリングはミッキーを精神病院に入れる計画をしているらしく、シャスタはミッキーを助けるよう頼むのだ。しばらくして、ドクを訪問してきたタリク・カーライルなる男が、ミッキーのガードマンである、グレンチャー・ロックの居所を探してほしいと頼む。タリクは、刑務所に収監されていた頃、グレンに金を貸しているらしい。ドクは、 ミッキーの開発土地を訪れるが襲われて気絶する。目が覚めると彼は、LAPD の天敵クリスチャン、ビッグフットヴィョルン戦警部に尋問され、ドクは、ビッグフットからグレンが何者かに射殺され、ミッキーが失踪したことを聞かされる。その後、ドクのもとに、こコ,コイ・ハーリンゲンというミュージシャンの未亡人ホープ、ハリンゲンが訪れる。彼女はドクに、 行為が生きているらしいという噂の調査を依頼する。毒はナイトクラブで行為を発見する。調査するうちに行為は毒にゴールデンファングという小舟が怪しいものを輸入していて、そこにミッキーとシャスタが乗り込んだという噂を語る。行為はスパインエージェントとして働いていて、家族とコンタクトを取ることを許されていないのだった。行為曰く、グレンが殺された日にパック、 ビーバートンというガードマンがグレンと交代させられており、ミッキーは自身の無慈悲な実業活動に終止符を打つ計画のために働いていたらしい。ドクはジャポニカフェンウェイという裕福な家庭の不良少女と会った場所でゴールデンファング社の本部へ訪問のための金を出す。ジャポニカはクリスキロドン研究所という精神病院にいることを明かす。ドクは研究所を訪れると、 コーイハーリンゲンに再会する。コーイはミッキーが何者かに捕まえられたと推測している。さらにグレンチャーロックへの襲撃はロス死刑のために汚れた仕事をするという時刑団によって行われたらしい。さらにドクはパック、ビーバートンと悪名高い氷がシエイドリアンプルシアの関係に気づく。トリリウム・フォートナイトというパックの仲間を訪れた後、 ドクはパックとトリリウムの共通のパートナーであるエーナーを探しにラスベガスへ向かう。ベガスでドクはキズミットラウンジのマネージャーのファビアン・ハッツォと賭博をし、ミッキーが自身の失踪を偽装しようとはしていなかったという方にかける。そしてドクは連邦組織の建物でミッキーを見たと確信し、その後ミッキーが砂漠に事前住宅の開発計画をしていたことを聞く。 ドクはその場所を訪れ、この住宅計画の建築家、リグズ・ワーブリングに出会う。彼はミッキーが再プログラムされ、計画が白紙になり、建物も壊されることを恐れている。ロサンゼルスに戻ったドクは、ビッグフットの元パートナー、ビンセント・インデリカートとパック・ビーバートンが旧敵だったことを知る。エドリアン・プルシアは、非公式に警察のために働く殺し屋であり、 事実情報を免れている。彼はパックに雇われ、ビンセントを殺したのだった。ドクはエイドリアンを訪れ、彼はゴールデンファング組織の陰に隠れているという。パックはグレンが黒人マフィアから武器を提供されていたので処刑されたと主張しているらしい。ドクは拘束され、致死量に近いドラッグを服用させられたが、逃げ出してパックとエイドリアンを殺害した。 ビッグフットはどうもビンセントの死について、毒に調べさせる目論みがあったようで、彼は毒を救い出して、盗まれた大量のヘロインを毒に渡した。毒はドラッグを隠すために任務を変更し、ゴールデンファングの仲介者クロッカーフェンウェイとコンタクトを取る。毒は依頼を整理する。行為は任務から解放され家族の元に帰ることを許された。任務は取って代わって、 ドクと弁護士のサンチョはゴールデンファングの小舟が港を出たことを耳にする。ゴールデンファングを追う沿岸警備隊は船が目的であったが巨大な波がやってきた後に船が乗り捨てられているのを発見する。サンチョとドクは警察に取られた小舟の権利を主張することに決めた。物語の最後、ドクはファビアン・ファッツォからミッキーの賭けのことで大金を受け取る。 毒は行為がホープと娘のアメジストと元通りになったことを知る。ありがとうございます。